ついに案内所が完成した。今日で無人島に来てから、ゲーム内で11日目だな。新しい島民3人に来てもらって、昨日は一日中、工事してたんだよね。てか案内所よりこの化石が気になってしょうがない。ああ、早く掘りたい。私たちの目標はトリケラトプスの復元だからな。てか案内所に新しい仲間が来るってよ。ああ、しずえさんだ、かわいい。とうとう白亜紀島にもしずえさんが。朝からテンション上がるね。あ、たぬき開発からメールだ。案内所からのお知らせか。マイル5倍サービスもあるってよ。プレゼントもあるのね。でもポケットがいっぱいだ。一旦たぬき商店に売りに行かないと。今日はこの前みたいに店の前がごちゃごちゃしてないな。うん、昨日の夜はあんまり作業しなかったからね。あ、そうだ、株価も気になる。昨日の午後53ベルという、絶望的な数字になってたからね。少しは回復してるといいな。70ベル。いや、80ベルくらいまで戻っててくんないかな。おお、122ベル。すげえ、一気にプラスじゃねえか。よかった。一日で回復してくれた。どうする霊夢、今のうちに売っちゃうか。いや、もうちょっと粘れる気がしてきた。株はまだ持っとくよ。さあ、まずは化石掘りよ。これが日課だもんな。島には毎日、4つの化石が埋まってる。今は最後の1つを探しているところよ。あ、ちなみにプレゼントの中身はマイル旅行券でした。やったね。おっと、見つけた。最後の1つはこんなところにあったのか。はしごで登らないとね。さあ、何の化石かな。グサオかもしれないよ。そろそろ出てきてくれるはず。でもまだ2種類あるからな。かぶったら意味ないし。確率は低いかもしれないけど、必ず掘り当ててやるわ。さあ、今日掘った化石4つ、鑑定お願いします。あ、この反応は、新しい化石は最大でも3つだな。そっか。それじゃあ可能性は低いか。でもまだゼロと決まったわけじゃない。グサオがいるかもしれないんだ。信じられない。こんなことって、まさか。新しい化石3つのうち。二つがトリケラトプス、しかもまだ見つかってない部位だ。私たちはもう尻尾を持っているから。これで、グサオが復元できるよ。いやー、まさかこんなに早く揃うとは、恐竜の化石の中で、一番早いんじゃねえか？グサオに早く会いたくて、白亜紀島と名付けたこの島で、恐竜の中で一番早くに、グサオの化石が揃うなんて、これを、奇跡と呼ばずに何と呼びましょうか。いやー、私たちとグサオの絆は、想像以上に深かったみたいだな。感動した。本当に感動したよ。早速、グサオを飾る準備をしているよ。広場の横、とても広いスペースの、木を伐採して、整地しているところだよ。ここならかなり目立つな。よし、整地完了。ここにグサオを降臨させるよ。そういえば、なんか BGM が変わったな。ほんとだ、案内所ができたからかな。いやー、それにしても今日は本当にいい日だ。しずえさんは来るし株は上がるしグサオは揃うしな。さ、まずは真ん中、体から置いていこうかな。おおお、5本の指までしっかり見えるな。そして、内臓を守る肋骨、やっぱり大きいね。相当食いしん坊だったのかな。さ、今度は尻尾を置いていくよ。あれ、そっち尻尾じゃなくね。いや、この前コメント欄で、尻尾逆じゃねって言ってる人がいて、確かによくよく見てみたら、尻尾のところに説明プレートみたいなのがあるんだよね。ほんとだ、これだと向こうを向いちゃってるな。あれを読めるようにするのが正しい向きだとすると。こういうことじゃない？確かに。これなら読めるな。まあ普通置いた向きが正面って気もするけどな。よし。これで尻尾と体が繋がった。あとは頭だけだ。ドキドキするなぁ。さ、行くよ。首が、なるほど、頭にも説明プレートがあったんだな。どっち側から見ても OK ってわけだ。なるほどね。でも頭が左の方が正しい感じするよね。なのでもう一回作り直し、今度は頭から置いていくよ。出てたー。ついに白亜紀島に、グサオ登場だぜ。いやー、かっこいい、
かっこよすぎるぞ、グサオ。やはり頭の角、そして盾のような襟飾りがいいよな。素晴らしい存在感。これからも白亜紀島のシンボルとして、みんなを見守ってもらいましょう。さてさて、記念撮影しないと。グサオを掘り当てたスコップを持って、笑顔でね。素敵な写真を撮って、サムネイルにしようぜ。あ、でもちょっと後ろの木がグサオの顔に被っちゃってるね。後で撮り直そう。ほら、これが今の博物館の中世代の展示室なんだけど、どれ一つ完全に揃った恐竜の化石はないのよね。霊夢は新しい化石は必ず寄贈してたから、正真正銘グサオが最初ってわけか。いやあ、改めて考えてもすごいことだよ。でも、このシリーズの目標、まさかのパート4で達成してしまったな。そうなんだよね。でも実況は続けたいから、次の目標を決めないと、やっぱり、博物館の完全制覇かな。できるかどうかはわかんないけどね。季節もあるから1年くらいかかりそうだもんな。とりあえずまずは化石の全制覇を目標にしようかな。あれ、っていうかこのディメトロドンは揃ってるじゃねえか。うん、そうなんだけど、ディメトロドンはパーツが2つしかないし、そもそも恐竜ではないからね。へえ、めっちゃ恐竜っぽいけどな。そうだ、フータさんにトリケラトプスの解説をしてもらおうよ。化石を持っていれば、寄贈しなくても聞くことができるらしいからね。へえ、グサオは噛む力も強かったんだ。もしかしたらガブオになってたかもしれないわね。襟は顎の筋肉が発達したものだったんだな。いやー、毎回勉強になるぜ。ま、この化石はあげませんけどね。解説、ありがとうございました。そういえば、さっきマイル5倍サービスの話したけど、その対象が、高額買取キャンペーンだったのよね。で、今日の高額買取の対象が、この積み木コンポだったから、早速 DIY で作っちゃうよ。はい、できた。作るの早いな。A ボタン連打してたからね。ちなみに積み木のコンポのレシピは、新しい住民の家具作りを手伝った時に覚えたよ。さ、それじゃあ早速これを売って、ベルとマイルを同時に稼いじゃいましょう。え、4920ベル?思ったより高い。さすが高額買取品だな。え、これ普通に金作になるかも。柔らかい木材いっぱいあったと思うし、大量に作っちゃおうかな。ありかもな。どんくらい効率いいかはわからんけど。というか霊夢、マイル溜まってたぞ。あ、ほんとだ、回収しとかなきゃ。お、ほんとに5倍だ。今のだけで1000マイル、めっちゃお得ね。さ、あの後ほんとに積み木のコンポを作りまくったよ。さて、いくらになるかな。約3万ベル、悪くないだろう。結構手持ちのお金が多くなったな。とりあえずタヌキチさんのところに行ってみるか。どうやら、橋とか坂を作れるみたいね。おお、それはかなり移動が楽になるな。へえ、いっぱい種類があるんだ。おしゃれなのもあるが、値段も結構高くなっちゃうな。家のローンも残ってるし、とりあえず利便性向上目的だから、丸太の橋でいいかな。まあ島の景観とかにこだわるのは、もうちょっと進めてからでいいかもな。海での釣りがしやすくなるように、ここにかけよう。なんか埴輪が出てきたな。あ、電話だ、たぬきちさんかな。なるほど、建設費用を埴輪くんに寄付するんだな。ここは島民代表として、全額ぶち込んじゃうよ。早く完成するといいな。ということで、そろそろお別れの時間が近づいてきたぜ。最後までご視聴ありがとうございました。これからも良ければ見てくださいね。それではさようなら。皆さん
さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。